そして4回戦6試合お伝えしてまいりましたが、現時点で勝ち進んだのはこのチームです。鹿島、横浜は、そして浦和、ホンダ FC は9月25日に開催予定です。どうでしょう、早野さん、注目のチームは、ね、九州のチームが3つです ね、はい、非常に頑張ってると思いますけど、僕は、ね、大分が J1 に上がって頑張ってるんで、ここで優勝を取りに行ったっていうふうになってほしいなというふうに思いますね。J リーグカップは優勝の経験ありますけどね。天皇杯取ってほしい。天皇杯はどうでしょうか。準々決勝は10月2日